はい皆さんこんにちは村長です今日はのっけからかっこいいメロディーとリズムが鳴りました今日はタイトルは「強烈」ですけれども u j a m amber 2を使った最上級なテクニックこれを皆さんにお披露目したいと思います後半にあったストロークこれはですね一つ手前のストロークパターンを作るというような動画ですね これを見ていただいてやっていただければいいと思うんですが今回の動画でお話しするのは前半部分のメロディーこれをいいいかかかにににく、便利に作るかととうことです。それでは早速見ていただきましょう。ここにあるこのメロディーですね。メロディーはどうやって作ったかと言いますとこれはインスタコンポーダーから拝借しました。 このようにインスタコンポーダーがあります。この一番上のところにあるメロディー。これをこちらにドラッグドロップしただけです。音程が低すぎるところとかがありました。ここですね。これ低いでしたから DAW に持っていってこれをオクターブ上げた。たったそれだけのことです。やってみましょう。ここからドラッグ。これが低かったのでこれをオクターブ上げ。 このようにしただけです。ご理解いただけましたでしょうか。このようにメロディーは作ってあります。そうしまして僕がよく使うこの midi ポリッシャー。これを通しています。これは必ず通す必要もないんですけれども、でもメロディーの部分とキースイッチの部分を分けるという意味合いでこのようにしているわけです。このキースイッチと そしてメロディーを分けると、こういうふうに言うとですね分かりにくい方もおられるんですけれども皆さんギタターをを演奏するこのスタイルを想像してください。左手というのはコードを押さえたりもしくはメロディーを弾くために指を運指してですねドレミファソラシドこのように指をフレットに置いていきますよね。それがメロディーの部分です。 ここでで言えばピンククのトラックです。そしてこちらの方のキースイッチの部分というのは右手のピッキングですピッキングをどんな風にするか時にはブリッジの辺りを押さえてミュートしながら引いたりとかそういうようなことをしたりもしくはピーンと一本だけ引くのかストロークしながらトゥリントゥリンと引くのか双方の部分をキースイッチでやる。 ということですこれを一旦消しますここからが魔法のような使い方ですよく見ていてくださいこれをコピーしますスタジオワンの場合はオルトを押しながら引っ張るとこのように複製できますがこれはコピペそれでも大丈夫ですこうしましたら今は全く同じようにこの緑のトラックに出てきましたこういうことですね アンンンバーのインストト、ゥルメントこれのキースイッチというのがここのボタンを押すとここで演奏をするピッキングセクションというのが C2 からの6個分いわゆるギターの弦に相当するような形でなるんです考えてみてくださいギターをやったことがない人には難しいことかも分かりませんが5弦の3フレット これがドの音です。でもギターというのは便利になっていましてもう一つ低い弦の6弦これの8フレットそこを押しても全く同じドの音が鳴ります。このようにですねギターの弦というのはアコースティックギターの場合15フレットぐらいまでは簡単に弾けますのでですねドレミファソーラシド というやつをですね12フレットあたりまで行くとちょうどオクター部分弾けるようになっているのがギターというものの構造体ですもう一度説明しますがこのポジションセクションという6個の弦これをどこを弾くかだけでですね先ほども言いましたように1つの弦だけでもいいんです。ですからここにある 緑のこれですね。リズムはちゃんと合ってるんですから、リズムが合ってるということは、ギターで言う左手の押さえるときと右手をピンと鳴らすときのこのタイミングがちゃんと合ってるということになります。あとは C2 の銅の音からラーの音までに並び替えればいいということになります。じゃあ、これを選択して、どうすれば一番それを早くできるか。 アクションのメニュー他の DAW ではこれに近い機能を探してくださいノートをランダマイズという機能がスタジオワンにはあります C2 から A2 これがピッキングセクションこの範囲ですねこれあえて一番下の6弦は引かないようにするということであればこれを1つ上げるシャープはダメです D2 から A2 A2 と5弦しか使わないことになりますけれどもこのように設定しますそしてこのピッキングのベロシティはギターのピックを弾く強さと思ってくださいここでやるベロシティもデオトに反映するということなんですどのぐらいにするか今は67から85という風になっていますがもうちょっと強くしましょう このように範囲設定をします。ノートの長さは変えませんので、このままにします。そして、スケールを適用ということにするんですけれども、ここがとっても重要です。一旦キャンセルしますが、ここでですね、C メジャーという風になっています。この作るキーが、例えば D メジャーであっても、今欲しいのは、発見のところの銅からラーですので、 C メジャーに設定をしてですねできればスタジオワンではこのスケールというのもありますのでこうやっておくとドドレミアソラシににしか置けなないようになりますこのようにキースケールを決めたらですね今と同じものをもう一度開きますけれどもこうしまして先ほどこれを D に変えたわけですね。はい、これ微妙に動かすのは シフトを押しながらやると便利ですよ。これ普通にやるとビビビビビビッとこうやって動いてしまってですね、なかなか思うところ行きませんが、近づいたらシフトを押しながらすると、こうやって一つずつ動くようになります。ベロシティはこうしまして、ノート帳のチェックは外しておきます。そして今設定したスケールを適用。これを押して OK をすると、 このようになったわけです。これで一旦聞いてみましょう。その時に気をつけないといけないのが、ここですね。ここがオープンという風に、B のフラットが示されているということが大事なんです。これでいいですから、鳴らしてみましょう。はい、このようになりますし、 ここでもう一度ノートをランダマイズ。やり方は全く一緒で、ノート帳だけは変えないようにしてください。これで OK を押します。すると、この並びが変わります。でも、ちゃんとレミファソラ、ここの中に入ってるということです。これで聞いてみましょう。 とさっきと雰囲気が変わりましたねメロディー変わってるわけじゃないんですけれども使っている弦が変わりましたのでニュアンスが変わるという風になるわけですここに応用をしていくととっても面白いことになるんですが先ほども言いましたようにここは基本的にオープンじゃないとミューティングになってしまいます例にちょっとやりますね こんな風になってしまうので必ずオープンにしておきたいわけですオープンをちょっと前に書きます前に書くということはこのようにエリアを伸ばしましてですねそして前に書きますはいここの C フラットに置きたいんですけれどもここのスケールのところのチェックが入っていると B フラットには置けません今のように外しましてここに置きます ここには音がないですけれども今度はここの F シャープストロークはしないという命令をしますそうするといちいち B フラットが押されているかを気にする必要がありませんそうする中で今度はあえて途中のストロークというのを入れてみたいと思いますそれはどうすればいいんでしょうかストロークをするのには B の音 はい、これがダウンストロークなんです。そうしましてここのところに今度はラーの音がアップストロークなんですはいこういうふうにしてあえてミューティングをしますだん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 ですねバリエーションを増やしていくんですここは 関連なミュートです。それらを折り混ぜていくとそしてこのようにミューティングをした後は必ずですねオープンにしてあげないとですねミュートした状態が続いてしまいます。ですからここはそういうミュートが入ったらですねまたオープンをどこかでちゃんとですね 入れておく念のために多めに入れておくそういうのもいいと思いますじゃあこれで聞いてみましょうパーカッションもない方がより分かっていただけるのでミュートしておきましょう とっても表現力が出てきたように思いませんかラストのところなんかはかなりですねミュートを入れるととっても良くなると思うんですねこんな感じにですいいですねそして最後はループを外してですねそしてストローク ここれとととに変わっってていくくろなんかをちょょししみましょう。次が Am から始まりますのでメロディーがミーファーになっていますがこのファーがソーの方がいいんではないかなと思われますのでこれを上に上げます Am に続けるためのやり方としましてですねこういうやり方でちょっと変えるというのもいいと思います。 じゃあ最後にこの状態で聴いていただきましょうこんなにですねインストゥルメントモードを使えば表現力ができますし今回やりましたノートのランダマイズという機能を使ってですね リズムは変えないでそしてそのキースイッチの位置をピッキングセクションのところに強制的に持っていくとで1回目やってちょっとニュアンスが良くなかったらもう1回やってみる自分の思うように近づいてきたらそれでもダメな部分だけを6弦にしようかな5弦にしようかなとするんですけれどもでも別にそれが6弦であっても5弦であっても そんんなに大きくは変わりませんギターが弾けない人はいやこの音なら3弦2弦1弦どれにしたらいいのかというの迷うと思うんですけどあまりシビアにならなくってもちゃんと音が鳴りますので適当な位置に収めていただければかっこよくなると思います。皆ささんも試してみてみください今日の動画は ちょっと上級者向けな解説になりましたが、これを頑張ってやればですね、かっこいいフレーズが自由に作れる。必ずなりますので、皆さんも頑張ってください。村長スタジオでした。